マンダリンオリエンタル・バンコック。マンダリンオリエンタル・バンコック。マンダリンオリエンタル・バンコックは、台湾国のバーンラック区にある最高級ホテル。旧称は、ザ・オリエンタル・バンコック。ザ・オリエンタル・バンコック。1887年に、バンコク発の西洋風ホテルとして、バンコクを流れるチャオプラヤー川のほとりにある、大使館街の真ん中に作られた、現在もフランス大使館が隣接して建っているほか、 ポルトガル大使館が近隣に存在している。設立以来約130年に及ぶ歴史を誇り、作家のサマセット・モームや、ジョゼフ・コンラッド、ノエル・カワード、ジェームズ・ミッチナー、これらの4人の名前は、スイートルームの名前として残されいる、大使ク王として名高いジム・トンプソンなど数々の著名人が常宿としていたことでも有名である。 第二次世界大戦中の1942年からは、太陽国の同盟国であった、日本の帝国ホテルが経営を委託され運営を行った。しかし1945年8月の第二次世界大戦の終結を受けて、帝国ホテルは撤退し、その後の一時期、ジム・トンプソンがこのホテルの共同経営者となり、客室のデザインも行った。1974年に、 香港に本拠地を置く高級ホテルグループである、マンダリンオリエンタルホテルグループ、ジャーディンマセソングループの参加に買収され、現在に至るまで同グループを代表するホテルとして、また、バンコクやタイのみならず、アジアを代表する最高級ホテルの一つとして、君臨し、国内外の品格や多くのビジネス客、観光客が常宿として訪れている。 マンダリンオリエンタルホテルグループの参加になっても長らくマンダリンオリエンタルの名を監査内で営業を続けてきたが2008年9月にザオリエンタルバンコクからマンダリンオリエンタルバンコクに名称を変更した一人の宿泊客に対して4人のスタッフがついていると称されているほどの台風のきめ細やかなサービスが世界的に高い評価を受けておりそのサービスは インスティチューショナルインベスター誌やコンデナストトラベラー誌などの権威ある雑誌による調査で常に世界のトップクラスに選ばれている。なお、すべての部屋にはトラーサービスがついているほか、チェックインの手続きはすべて客室で行われる。また、タイ語や英語が話せない日本人客のために日本人のホテルマンが複数名常駐している。 最低でも35平米以上の広さを確保しており、また、高いサービスの質を実現するために、客室数は、ガーデンウィング、リバーウィング、オーサーズウィングの3棟を合わせても計43室だが、比較的客室数は多い方である。また、ガーデンウィング、リバーウィング、オーサーズウィングを問わず部屋のほとんどが、リバービューであり、部屋の中からチャオプライアー側の流れを楽しむことができる。 特に有名なのが、オリエンタルホテルのオリジナルの建物、オーサーズウィングに位置するオーサーズスイートで、前世紀にホテルに長期滞在し、執筆活動をしていた著名な作家4人の名前を、冠している。また、すべての部屋にはオリジナルのアメニティが備えられているほか、ホテルの紋章の入ったリネン類やスコール時のための傘が用意されている。 客室以外の主な施設として、プールや、ジム・トンプソン、ルイ・ヴィトンなどのブティック、チャオプライアーーの対岸に位置する太鼓式舞踊を、楽しめる高級レストラン、サラリムナームや料理のクッキングスクール、タイの文化を学ぶことができる、カルチャープログラム、高級スパ、ザ・オリエンタルスパの他に、ホテルの歴史を再現した、オーサーズラウンジと呼ばれる、ティーラウンジ、さらに、 チャオプライヤー側を専用線で下るディナークルーズなどが用意されている。なお、これらの施設の多くは宿泊客以外にも開放されているため、バンコク観光に来た観光客の多くが訪れる。5カ所の台風やヨーロッパ風のボールルームやラウンジ、会議室が格闘内に用意されており、結婚披露宴や各種パーティー、会議などに対応している。ホテル内にある。 ザオリエンタルスパはアジアで初めての本格的スパで、そのサービスとプライバシーが保たれた静粛な空間が高い評価を受けており、デンマークのフレデリック・オー・使やボリス・ベッカー、エリザベス・テイラーなどの世界各国のセレブリティが足しげく通うことで有名である。なお、スパの施設はチャオプライアー側の対岸にあるため、ゲストはホテルが用意した専用ボートに乗って渡っていく。 ことでも有名である。ホテル前のホテル専用ピアからは、チャオプライアー側の対岸にある各レストランや、ザオリエンタルスパ、バンコクスカイトレインのサパーアンターク新駅に隣接する、サートン船着き場、ロイヤルオーキッドシェラトンホテルタワーズに隣接した、バンコク最大のアンティークショッピングモール、リバーシティとの間に、5から10分間間隔で専用ボートが運行されており、 これらの施設の利用客は無料で利用することが可能である。BMW7 シリーズやフォルクスワーゲンの7人乗り番のハイヤーが優勝で用意されており、宿泊客はスワンナプーム国際空港やドンムラン空港との間の送迎や時間菓子で利用することが可能である。車内にはミネラルウォーターやおしぼり、英字新聞が用意される。なお、 スワンナプーム空港到着。出発時にはオレンジ色のジャケットを着た専用のスタッフが荷物の運搬から空港内の案内、出国ゲートへの送迎までのサポートを行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。